が見えておりました。厚い雲が上空、まあ、誕生日の日ってのは往々にして本当に張り切るものではありますが、武藤が行きました。途中でレイスル奪ってフィニッシュチャンスをクリスティアーノへ、そのクリスティアーノの中に入れたシュートへ、まあ、ちょっとここも一押された守備からのレイスルのショートカウンターでしたね。セレッソの攻め、4分です。ワンタッチ、さあミドルのチャンスです。右に一旦振ってここに振動です。渡したボールシュートへ、ちょっと腰をためてのフィニッシュです。もうシュートのイメージ持ちながらもらいましたので、ワンタッチで打てましたけども、中を伺って三つ丸、ちょっと伸びきったヘディングですが、クリスティアーノー、マテウスのところでずらして、その空いたところで三つ丸からクロスというところでパス。クリスティアーノ、どっち、三つ丸、ボールが武藤へ、三つ丸、三つ丸渡したボール速い、そしてここでシュート、武藤のシュートはキム、少し重心が右に移った後のセーブですから、左に飛ぶの難しかったと思いますけども、よく触りましたね。そして新井、開いて清武、もう一度中を伺ってのクロスボール待ちになります。ボックス内3人、チャンス、ふわっと浮かせてヘディングは最後は右に外れました。ここうまかったですね。もうアウトですか。アディショナルタイム2分です。45分回りました。新井のクロスボール、この時の振動でしょうね。シュート、藤田右足、ここは外崩し、まあ、クロスまで上げ切って、まあ、こぼれ球シュート、ああ最後は高橋裕二、チャンス、クリスティアノ、ここは自分で行ってかわしてシュート、コーナーを取りました。ニアサイド、ファーサイド切りながらキム・ジンヒョンと連携して守ることができてますね。清武すぐに入れました。新井、そしていい角度からのクロスボールにチャンス、わずかに外れた大久保、さあスローイン素早く始まる。いやー、武藤に来た、武藤から大南、ボレー、ちょっと半身のシュートはクリスティアノ、中の人数1枚しかいませんでしたから、少しディフェンスが取りづらいマイナスのところにボールを送り込んで、もう万全のこの3ラインです。割って入りたいマテウス・サビオ、縦パス入りました。武藤引き取ってもう一度戻したボール、大南、ここはチャンスだ、いいヒールで大南、続きましたね、はい、ここでまず武藤がそつがないところでスペース見つけて起点になって、ここのヒールですかね、椎橋ですか、意表つきましたし、最後のシュートも相手の股を抜けてるのかなと思いますけども、よくパワーポストに流し込みましたね、このタイミングで、そうですね、よく冷静に最後ボールの置きどころが良かった。キムスンギュー、そして今この瞬間に今シーズンの暫定、残留を確定させました。やりゅうむらい、らっさぶさかいなかLike, subscribe, push notification Like, subscribe, push notification